テリー・テルオ・ム村は、アメリカ陸軍第173空挺旅団第173公兵中隊五長。ベトナム戦争時の活躍により、名誉勲章受賞者となった。ハワイ州ホノルルに、中国系クォーターである、ハワイ人の父と日系人の母の間に生まれる。陸軍に入隊後、南ベトナムに派遣される。1969年3月20日に同国にある、 キャンプラドクリフにて敵から投敵された爆発物に覆いかぶさって戦死し、付近にいた二人の戦友の命を救った。わずか19歳で命を落とし、自らを犠牲にして仲間を救った功績により名誉勲章を受章した。死後、故郷ホノルルにあるミリラニメモリアルパークに埋葬された。河村が受章した名誉勲章には、下記のように記されている。 河村五朝は、第173公平中隊の一員として、自らの生命の危険を顧みない、勇敢かつ大胆不敵な行動により、課せられた、以上の任務を果たし、その名を残すこととなった。敵の爆破部隊が彼の部隊の兵舎を自動火器により、襲撃した際、河村五朝は強烈な火炎をものともせず、武器を取りに向かった。その瞬間の激しい爆発は、 屋根に穴を開け、部屋にいた者を気絶させた。河村五長は武器を手に取り、敵へ反撃しようと試みたが、別の弾薬が、屋根の穴を通して、床に放り投げられたことに気がついた。彼は二人の戦友が危険にさらされ、警告を叫んでいることに気がついたが、逃げるどころか、躊躇せず、くるりと向きを変え、全力で弾薬に身を投げ出した。 自身の危険を一切顧みない、河村五長の行動により、二人の命が救われた。河村五長によって示された驚異的な勇気と、無心無欲の精神は、軍隊の最も崇高な伝統を維持し、また、彼、本人やその部隊、ひいては、アメリカ陸軍への大きな信頼をもたらすものであった。ありがとうございます。